の戦士の名にかけて。は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方この機運に反応するかのように森に住まう動物もまた平静を失い、蝦夷の広大な大地の端々で異変の兆候が見られ始めていた。邪悪なる気配を感じ取ったナコルルは巫女として大自然を守るべく宝刀地中紙をその手に握り、カムイコタンの地を後にするのであった。ナコルル VS ウーレイシャン、いざ尋常に最終戦勝負。なればいい。静か千年桜。あんた、あの方、思い出せない。
誰か私を。暴走している。この人どこかで邪気を取り込んでしまったのね。待っていて、カムイの巫女としてあなたを解放します。静か御前に取り付いていた邪気を払い、現世へと帰還したナコルル。彼女は桜吹雪の中、地に落ちたその鼓に気づいた。鼓に込められた静か御前の最後の思いが、ナコルルの胸の内へと流れ込む。春の訪れを肌身に感じながら、彼女はそっと鼓を抱きしめた。カムイコタンの森の異変は去り、大空は再び青色を取り戻している。動物たちに迎えられながら、ナコルルは再び故郷の土を踏んだ。家に帰った彼女の華奢な身を妹と祖父母が強く抱きしめる。大切な人たちのぬくもりに包まれ、ナコルルはただいまと微笑んだ。あれからいくつきもの時が過ぎ、大自然は再び元の姿を取り戻した。しかし闇は未だに世界の裏側で暗躍し、この平穏を蝕もうと企んでいる。いずれ彼女はもう一度その手に刀を握るだろう。あまたもの命が生きる大切なこの世界を守るために。ママ母、みんなが里で待ってるわ。